飲み会したいな。はじめ。はい、こんにちは、バナノキです。本日はコロナによって失われた大学生活について話していこうと思います。はい、ということで、まあコロナウイルスによって結構大学が自粛になったり、まあオンライン授業になったりしてしまって、まあその影響によって、まあこれまでできていたことがかなりできなくなってしまっているので、まあその大学生活の楽しみが結構失われていると思うんですよ。まあなのでそのどういったことが失われてしまったのかってことについて話していこうと思います。はい、まず一つ目ですね。これは対面授業ですね。でも対面授業にはまあメリットとデメリットあるんですけど、まあメリットとしては大学に行かなくていいから結構楽だったりして、まあそういう意味では楽ですね。まあ、だけど友達に会えないとかそういうのが結構デメリット。まああと質問とかめちゃめちゃしづらいし、質問とかするのにもすごい時間かかるので、そういう面ではかなりのデメリットかなと思いますね。でも一番はまあ友達と会えないことかなと思いますね。まあ、僕たちみたいに、まあ上級学生、まあちょっと学年が上に行くと友達とかもね結構いるので、全然オンラインとかでもまあ悪くはないんですけども、特に1年生がかわいそうだなと思っていて、結構その授業で仲良くなるってことが多いんですよね。だけど、まあその今年の場合は、あ、去年か。去年の場合は対面授業じゃなくて、まあオンライン授業が主だったので、そういった、まあ、友達と、まあ人と会って話すチャンスがそもそも少なくて、友達が非常にできづらいと思いますね。まあなのでそういった意味では、まあかなり大学生活の面白みが失われてるかなと思いますね。僕も実際1年生の時には、まあ授業で仲良くなった人ってもめっちゃいたし、まあなので、そういった意味ではかなりかわいそうかなと思いますね。対面授業は復活してほしいですね。まあでも今でもちょっと対面授業多分復活してきてるはずなので、まあ今年はどうなるかわかんないんですけど、多分マスクありで対面授業とかになるのかな。でもオンラインも多分少なからず入ってくると思います。続いてはサークルとか部活ですね。でこれはかなり一番痛いかなと思いますね。で今は大学から、まあ、そのサークルとか部活の活動が停止されているんですけども、まあなのでその活動ができないっていうのが非常に、まあ、つまらないですね。サークルとか部活ってかなりその大学生が交流を図る場所だと思っていて、その交流が図れないってことがかなりきついですね。まあ、あと部活とかサークルも結構趣味でやっていて、まあそういう場所でストレス発散とかにもなるんですけども、まあそうやって仲間と会えなくて、まあ、好きな運動とかもできないってことになるとかなり、厳しいかなと思いますね。本当にサークルとか部活は復活させてほしいですね。一時期部活は復活したんですけども、まあ、冬になって、まあ、コロナの感染者数がちょっと増えてきたので、そういった時には また部活が停止になってしまいました、ね、でこれも本当に 1,2 年生かわいそうで、まあ、2年生はそうでもないか、1年生かわいそうで、本当にね、サークルとかって一番友達ができるんですね。趣味の合う人たちが周りにいるわけだし、まあそうやってね、サークルで普通に喋る機会っていうのもめっちゃ多いので、そこでよく仲良くなるんですけども、まあ本当にそういった出会いがあんまりなくて、まあ、部活とかにも一応入れるけど、そもそも活動がないのでそこまで親密になることはないのかなと思っていて、本当に悲しいですね、そういうのは。あと部活とかに関しては大会とかも出れなかったりするので、本当にね、つまらない。せっかく今年全国大会とか、まあ、そう全道の大会とかに出て頑張りたいと思っていても、まあ、その大会とかに出られなかったりして、でそのまま出られないまま引退していくっていう、自分の頑張った成果を出せる場所がないっていうのは非常に悲しいことだと思います、ね、僕は運よく去年引退したので良かったんですけども、本当に今年までね続けていた人とか、今年をピークに持っていってた人とかは本当にかわいそうだなと思います。はい、続いては学園祭ですね。いや、これがなくなったのは本当に悲しいです。僕大は毎年6月ぐらいかなに学園祭、まあ、北大祭、有料祭って言うんですけど、そういうのやるんですけども、まあ、そこでは1年生は全部のクラスで店を出すんですよね。で、そこで結構仲良くなって、でもそこで付き合ったりする人とかも結構話には聞いたりするし、まあ、付き合わなくてもそこでかなり仲良くなるんですよね。まあ、なので、本当にそういう機会がなくなったのは悲しいですね。本当に学園祭があるだけで、まあ、その期間めっちゃ盛り上がるし、まあ、1年生じゃなくてもサークルで出店出したりとか部活で出店出したりとかして、まあ、そういうのも楽しいし、であとはなんか留学生がその店を出すゾーンがあるんですね。そこでは結構その留学生の国のその地元の料理みたいなのが食べられたりして、本当にそういうの楽しいし、あといろんなイベントとかもやってるんで楽しいんですけども、そういうのが一切ないっていうのが本当に
悲しいですね。去年は僕たちもなんか部活で出店を出そうと思っていたんですけども、結局なくなってしまって、うん、めちゃめちゃ残念でしたね、うん、でまた今回もいいんですけども、1年生が本当にかわいそう。本当に学園祭で仲良くなるし、うん、そういう機会がないっていうのは悲しいですね。まあ、今年はぜひなんか頑張って対策して開催してほしいなと思います。続いてはまあ宴会ですね。まあ飲み会っていうんですかね。まあ大体まあそのサークルとか部活とかでまあ大きな大会があった時とか、まあ定期的に飲み会とかを開催したりするんですけども、まあそういうのもね結構大学生活で楽しい、まあイベントの一つかなと思うんですけども、そういう大きな宴会とかもマジでなくなりましたね。全部中止ですね。僕今年4年生なんですけども、まあ、部活引退したので、まあ追いコン、追い出しコンパとかやるんですけども、まあ例年だったらね。で今年はそういうのもないし、また卒業旅行もそんなするなみたいな雰囲気出てるし、まあそういったイベントがないってのはマジで残念ですね。まあ 1,2 年生まあ酒を飲む人も出てくると思うんですけども、まあ、本当にそういう機会がないし、非常に残念ですね。飲み会してーなー。で最後、まあ友達との出会いとか遊びとかですね。まあ、これはまあ全体的に、まあ、これまでの話からも言えるんですけども、そもそもそういう友達とかと出会う機会がない、そもそも遊ぶ機会がないということで、本当にね悲しいことかなと思いますね。でサークルで友達とかもできやすいけど、まあそういうできづらかったりするし、授業もなくて友達もできづらいし、バイトもそんな、うん、多分普通にバイトやってるとこやってるんでできないことはないと思うんですけども、まあ、そういうのもやりづらかったりみたいなことあるし、まあ、大学生活勉強が本分なのは間違いないんですけども、そういうのが楽しみで入るって側面も絶対あるんですよね。それは間違いないことで、でまあどっちの両立も大事なんですけども、本当に今遊びっていう部分にフォーカスすると、まあ、そういうことが本当にできなくなってしまっていて、まあ、やることとは勉強とか課題とか、まあ、そういうことをやっていくんですけども、まあ、そういう勉強とか課題も友達とやりながらやったりするのも楽しいじゃないですか、まあ、だけどそういうことができづらい、まあ、できる人はまあもちろんいると思うんですけども、まあそんな積極的ではない人とかだったら結構できづらかったりするので、周りの人との関わりみたいな面を見ると、本当にこのコロナのせいでそういう関わりみたいなのがかなり薄れてしまっていて、自分一人で抱え込まなきゃいけないことが多分多くなってきてると思うんですよね。まあ、なので本当にねそういう出会いとかがなくなってしまったのは残念です、まあ、こういうなんか YouTube の発信を通して、まあ、もしかしたらそういうなんか交流みたいなのもできたらいいかなと思うんですけども、まあ僕は陰キャラなので、まあ、やんない可能性もありますけど、まあ、そういった感じでなんかいろんな活動をね促せたらいいかなとも思いますね。でまとめると、まあ、出会いそのものが少なくなっていて、まあ、各種イベントも全くないっていう感じで、本当にねその楽しめる部分っていうのがかなり少なくなってしまっていて、かなり病む、まあ、大学生も多いんじゃないかなと思いますね。まあ、なのでもしこういう動画見てくれて少しでもなんか楽しいなとか思ってくれたらいいなと思います。まあ、全然楽しい動画ではないですけど、スノボ行こうぜみたいなコメントくれたら全然一緒に行くんで、うん、大学生活楽しもうぜ。じゃあね。